こんなことになるのならネバーなど。 G1 の時もそうだったけど、客が望んでないことしちゃダメだよ。会社は第20代ネバー無差別級王者タイチ。どうなっていくのか。 9.17 別府、王者後藤博之から王座奪取に成功し、新日本ではシングルベルト初の戴冠。 G1 落選男が結果を出してみせた。誰か来たの？普通来るんじゃない？こういうことになったらよ、こんなことされて。え？そんな中、次なる相手は突然現れた。この結果、ウィル・オスプレイが挑戦者に決まったのだが、後にイギリスで脇腹を負傷、シリーズを欠場し、タイトルマッチは中止に。まあ呆れたよ。どんだけ全国で俺のこと楽しみにしてたやつらいたと思ってんの。めちゃめちゃいたぞ、俺のギャローどもがよ。そんな中、事態は急転する。このガラクタ持ってって解説席で見て、誰が挑戦者として来るかなって。来なかったら返上してやろうと思ったんだけど、またお前かって。オスプレイの怪我で中止になってしまいましたが、中止にする必要はない。名乗りを上げたのは前王者後藤博之。数々の死闘を経て、これまで3度ネバー王座を体感してきたアラム社にとって、このベルトへの思いは人一倍。このベルト、俺がてっぺんまで上り詰めてやる。以上。そして、あの屈辱から2ヶ月、ベルトを取り戻すまで俺は諦めない。ネバーギブアップ。今回取れなかったら、いよいよお前の居場所どこに行くって。田口ジャパンか、なんだザコ A か。いよいよだなお前は。これできっちり蹴りをつけてやる。本当は見たかったんだろう、俺のタイトルマッチを。そいつらのためにやるしかないよな。俺は優しいからさ。ネバー無差別級選手権試合、挑戦者後藤博之 VS 王者太一。